西武、115試合328得点、中日、116試合326得点、これ、地味にやばいな。西武も可愛い相性見つけてあげないと。淡々と負ける西武にゃん。パリーグのが投手のレベル高いからしゃあない、中日がパにいたら200点台だよ。金がなくて品田の監督が PL 出身の中日。PL の人は監督にしたらいかんわ。松井はなんか面白いことしてるんか？高校の素晴らしい先輩見習って、米禁止にした方がいいんちゃうか？主軸が未だにおかわりやぞ。おかわり2000本ちょっと期待してる。これのどの辺が山賊打線なの？西武は米食べまくり超えまくりの集団やからね。米立ちの中日に抜かれるのも時間の問題や。今年は不幸がありすぎて仕方ないとこあるよな。ジュニドライオン。西武はこれでよく勝ててんな。ジュニドラとの違いは何や？ジュニドラが44勝で、西武が49勝なんだから言うほど勝ってないぞ。山賊は解散したんだよ。笑えない中日。面白くない方の中日。まるで米食えなくて面白い中日があるかのような言い方はやめろ。西武の方がヤバくないか。山賊がみんな消えてしまったからしゃあない。本拠地バンド勝つ DH がない中日と同じはやべえだろ。DH あってバンドじゃないのにこれはジュニドラ未満やん。ジュニは客入って満たされてるからな。細川のいないジュニドラみたいなもん。源田と殿崎も残ったの後悔してそう。西武は DH あってこれやからな。西武といえば強力打線のイメージやったけど、もう見る影もないな。米食えて面白くない中日。山川がいない上に和夫も優しい系の監督だし。山川切った結果。これでも西武はロッテ、オリ以外に勝ち越してるからな。全球団に負け越してるジュニドラさんとは違う。